皆さんこんにちは、 MT です。今回は Amazon で見つけたすごくねかっこいい掃除機があったんで、ちょっと紹介してみたいと思います。カラーリングもね、ブラックに近いグレー、そしてこのアルミのレッドのカラーリング、なんかね、掃除機のくせにものすごくスポーティーなイメージがあってね、なかなかかっこいいんですよ。今回はこのバチュアの掃除機をご紹介します。今まで掃除機はダイソンをずっと使ってたんですけどね、ついにこの間バッテリーが消耗して壊れちまいました。新しいのを買おうかと思ったんですけど、意外とダイソン高いんですよね。まあ、ダイソン使ってるうちにね、やっぱりちょっと不満な部分もね何点かあったんで、まあ、それがクリアできるようなものはないかなと思って探していたらば、このバチュラーに当たりました。まずね、これのいいところ、このトリガーなんですけど、ダイソンの場合このトリガーをずっと引いてないと吸引してくれないんですよ。意外とこのずっと握ってるっていうのがしんどくって、使ってるうちにねこの皮がむけてきちゃったりして結構大変でした。それとね、ダイソンのバッテリーの持ちがねいまいちでしたね。まあそんなに広い家ではないんですが、各部屋をずっと掃除してると、最終的にね、あの最後の部屋あたりの途中でバッテリーが切れちゃって、それも不満点でした。で、あとダイソンね、画期的でかっこよかったです。クリアビンっていう、この透明のねクリアなアクリルの銀があるんですね。で、この中にゴミが溜まっていくんですけど、まあ、どう溜まっていくうちに洗うことができる。ただこの中のねモーターというか吸引する部分が洗えない。だからここが非常に汚くなっちゃって、これがすごくストレスだったんですよね。で、今回のこのバチュラー、今言ってた不満点が全部改善されてるんです。まずこの引き金、これ引きます。ダイソンの場合これずっと引いてないとダメだったんですけど、これ一回引くだけでスイッチオンなんです。これがあるんですね。そしてね、このバチュラーの JR700、 これの素晴らしいところ、まあ、ダイソンなんかも同じよ、ここですよね。ダイソンもこんな感じでゴミをバーンと捨てることができるんですよね。でね、ダイソンの場合はね、ここまでやって、あとこうやってカン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 とかやってで粉のゴミを落としたりっていうところまではできるんですけど、まあ、ダイソンここもできましたね。こんな感じでね外すこともできます。ただね、ここがねきれいにできなかった。こんな感じでねバチュアの方外れるんですよね。こんな風に掃除できる。そしてね、このクリア瓶の中もきれいに掃除できるんです。このフィルターが外れる。そしてこのようにステンレスのフィルターも外れる。これドンガラになります。でここまできれいに分解して、すべてのフィルター系を取り外し、なおかつ水洗いができる。これ画期的ですよね。こうすることによって細かいホコリ、チリ、それからついたゴミなんかもすべて清潔に洗い流して保持することができる。ここがね、いい点なんですよね。ここがこのバチュラー気に入った点です。でこのタイプを購入すると、このヘパフィルターっていうのが予備で2つついてきます。そしてその他にノズル、これブラシタイプ、そしてこのフィルターを掃除するためのブラシ、こういったものが付属でついてきます。ちょっと組み立ててみましょう。まずフィルター入れます。
この部分、この部分がこの中のこの部分に入るように差し込む。これで OK です。そしてトップもこれで完成です。そしてね、バッテリーはこんな感じで取り外して充電することができます。もちろんね、装着した状態でも充電はできます。そしてこういった壁にね、アタッチするタイプのフォルダーもついてきます。ちょっとつけてみましょう。こんな感じ。そしてグラス、そしてね、椅子の隙間とか、あと車の掃除なんかに便利なこのノズルタイプ、そしてブラシタイプ、そしてね、このコントローラーの部分、3段階で吸引力の調整が可能です。しかもタッチスクリーンでタッチするだけ。あとね、この部分にこのヘッドの部分のモーターに物が絡まって停止した時の停止サイン、それからあと中の物が詰まった時の停止サイン、これがディスプレイに出るようになってます。あとは通常のね、こういった掃除機とほとんど変わらないです。ただやっぱりね、このトリガーを引かなくてもいい、ワンタッチでできるってこと、そしてこのタッチスクリーンでの吸引力のチェンジ、そしてね、すべてが分解できてクリーンに保てるという清潔感、そしてこのヘッドが LED でランプがつく。結構なかなかね、優秀ですよこれ。定価は2万円台なんですけど、買った時はこれ2万円切ってましたね。これだけついて2万円アンダーだったらなかなかいいですよね。あ、それでバッテリーは一応これで55分間マックスで使えるそうです。まあ、1時間も掃除したらね、十分ですよね。うん、デザインも悪くない。まあ、若干重さはありますけどね、これは致し方ない。どれも一緒です、掃除機は。掃除機のフォルダーこんな感じになってます。まあこんな感じで壁に取り付ける、こんな感じでセットできます。それではね、ちょっとこの掃除機試してみましょう。かなり動きます。それでは早速スイッチオン。高さ的にはちょうどいい感じですかね。自然にかけられる。いつも掃除機をかけてるんで、そこまでゴミは取れてないんですけど、実際吸引力はかなりあると思いますね。なかなかいいです。
それではね、女性のモデルさんに掃除機を使ってもらいます。女性の方でもこの赤いパイプの長さを変えることができるので、自然な形で掃除機を扱うことができると思います。これ実際音も、まあ、そこそこうるさいはうるさいですけど、ダイソンよりは静かな感じがしますね。さすがにマックスにすればね、かなりの音量にはなりますが、比較的静かな方がいいかなと思います。ここ全部真っ黒のタイプとかね、あればもっといいんだけど、黒と例えばここシルバーとかね、ちょっとシックな感じの色も欲しいですけど。